フルコースじゃないですか、もう。どのぐらい行くの？その2回結構ポン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 と行くねんけど。あ、そう。1日ずつぐらい。そう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 。いいとこばっかり。楽しみです。楽しみな、シチリア。マフィアのふるさとですよ。な、危ないらしいな。いやでももうそのぐらいになってくると全然大丈夫だよ。あ、ちょ、ほんで聞いて、もう一個言いたいことがあって、うん、私その HIS ね、旅行会社に行った時も、はい、ガチャガチャでくじが引けるわけ、うん、それで2等とか当たってんな。おぉ、何2等は。でもそしたら商品が切れてましてって言われて、あれ、なんかメダルをもらって。メダルなんか嬉しいんだか残念なんだかいい商品だと思いながら、ありがとうって言って帰って、うん、で昨日あのうちのショコラちゃんのおむつを買いに、うん、ドン・キホーテに行ったわけ、うん、出口のところでくじ引きますみたいなんで引いたわけ、うん、でまた2等やってん。おー、すごいよ。2等何って言ったら、なんか、うん、有線の機械で登録させられそうな。あ、そうだ、そんな多いなそんな多い、マジで。いや、登録はしませんっつって、うん、コーヒーをもらって帰ってんけど、うん、なんかね、変なのに当たる最近大体2位なんよね。2位やね。それでなんか物がなかったりとか、うん、優先やったりとか。優先もね、結構ね、友達が大学で一人暮らししてた時、優先が入ってて、うんうん、そいつがなんかあの優先でお経とかあるやん、うんうんうん、お経とかなんか街の音とか、ね、うん、あれで後ろでお経かけたまま、あの友達に電話して、うん、何にも聞こえてないよっていう体でやってたのほんまにそのそいつの家が呪われてるみたいなことになってた。絶対出ました、お経の、お経でもらって。それいいな。そうそうそう、そんな風に使うしかないもんな、お経言ってましたけども。じゃあその、小西美穂ちゃんじゃなくて、結婚、あ、婚約なさった、婚約なさった友子ちゃんが出ている私たちの、はい、まあ私もあんまりかけたくないねんけど。なんでやろ、かけられそう。その当時のあれやから、今聞いたらちょっと違う聞こえるのかな。うん、はい、じゃあ、PV 出てます。おめでとうということで、はい、恋のフラフープです。どうぞ。おめでとう。
音楽